今度はイスマンの学校の、横にある、ジャバコーヒーに来てます。昔ここによく来てまして、この辺の近くにですね、そのビルの裏に僕は住んでたんですけども、まああんまりすることもないので、あんまりまあそんなに栄えてるダウンタウンではないので、まあこのコーヒーショップでいつも、勉強したりですね、本読んだり、アートの企画をやってたんですけども、すごく面白い、いっぱいアートが飾ってる、あ、かわいい犬がいますね、いっぱいアートが飾ってあるところで、ちょっと中見てみますか。ちょっと混んでますけど、うるさいかもしれませんけど、こんな感じで、まあ、いっぱいアートが飾ってあるんですね。本当に、こんな感じ、すごくいいとこですね。まあ、美味しいケーキとかもあるし、まあ学生のたまり場ですかね。